マウザー M1918、マウザー M1918、モーゼル M1918、あるいはタンク・ゲベール M1918、タンクア M1918、ティー・ゲベール、ティー・ゴベアは、ドイツ帝国で開発された、対戦車兵器である。第一次世界大戦最中に開発された、世界初の対戦車ライフルとして知られる。装甲鉄力は、 距離65メートルで25ミリメートルと当時の英仏戦車の装甲を余裕で打ち抜く威力があったが、後の対戦車ライフル同様、貫通後に乗員などに当たらなければ致命的な損害は与えられなかった。また、不評用小銃を単純に大型化した構造のために、反動制御性等に支障が多く、実用性に問題があったが、それでも手榴弾や地雷などを用いた決死の、 肉薄攻撃に比べればはるかに有用性はあり、最終的に15,800丁が生産されて使用された。不標銃をそのまま拡大したような外見から、前線の兵士たちには、ゾウちチ銃、エラフォント・ゴベアあるいは、エリフィアンテイン・ブックスと通称されていた。投入されたのが、対戦末期ということもあり、急戦までに破壊されたイギリス軍戦車のうち、 M1918 によるものはわずか1%に過ぎなかった。それでも連合国側では M1918 を過大評価し非常に大きな脅威と捉えていた。第一次世界大戦後、ドイツはベルサイユ条約により大口径の小銃の保有は禁止されたが、M1918 は使用弾薬と共に大量に倉庫に保管され続けており、 1925年の段階で確認されただけでも約800兆が保管されていた。ナチスドイツ軍は新型の対戦車ライフルを開発して装備したため、M1918 は再軍備後の正式兵器としては使われていないが、予備兵器を動員したものとして、第二次世界大戦末期に使用された例があるとする文献もある。第一次大戦において連合国に捕獲されたものの、 他に、対戦後は、多くの国が、試験的に購入し、その後各国で開発された、対戦車ライフルというものの元祖となった。スウェーデンではの名称でで国産化し、旧式化して1940年代に、後継の対戦車銃が開発されるまで装備されていた。PVGM-21 は、基本的に M1918 と使用弾薬も含めて、全く同一だが、 一刻も早く数を揃えるために戦時急増されたオリジナルと異なり各部の仕上げが丁寧で精度も若干ながら高かったとされている。ソビエトでは1938年に対戦車ライフルの装備計画が立てられた際、暫定的なものとして M1918 の設計を 12.7X108mm 弾仕様に変更し、 マズルブレーキと干渉材入り小火板を装備し、新設計の改良型軽量2脚を備えた、ショロホフ対戦車銃を開発、生産して、部隊配備し、モスクワ工房船などで用いたが、本格的なものとして 14.5X114mm 台を使用する純国産対戦車ライフルが開発、生産されるとそれらに置き換えられ、少数の生産と限定的な使用に終わった。 1916年9月15日のにおいて、連合国軍は歴史上初めて戦車の実戦投入を行った。戦車に対して機関銃による射撃はほぼ効果がなく、各種火砲の直撃弾以外では撃破することは難しかった。ドイツ軍では1917年までに戦車への対抗手段を模索し、まず作られた対戦車装備がタングステンを弾芯に用いた。 小銃用鉄鋼弾である。軽弾はマーク I 戦車及びマーク E 戦車の装甲を貫通することができたが、1917年6月のにて投入された重装甲のマーク4戦車に対処することはできなかった。こうして、不評用小銃の 7.92mm 口径を上回る大口径鉄鋼弾とそれを用いる火器が必要と結論された。 1917年10月は、マウザー社に戦車及び飛行機、タンクウンとフリーガー、タフを射撃することを想定した、合計13から15ミリメートル程度の重機関銃、すなわちタフ MG の開発を要請した。これに用いる弾薬として、マウザー社は社との共同開発によりの開発を進めた。1917年11月、タフ MG の開発が難航する中、 陸軍兵器局は、マウザー社に対して、タフ MG と同様の弾を用いた、単発対戦車銃の開発を依頼した。t ゴベア・タンクゴベア・戦車小銃の意図、仮称された、この対戦車銃は、当時のドイツ軍の主力不標銃である G98 の、設計をほぼそのまま拡大したもので、重量は約 17kg あり、この重量を支えるために、MG08、 15機関重要の2脚が装備されていた。原型の図面の数値を変更しただけに等しいこともあり、T5 ベアは、約10日後の1月19日には完成して、初の試射が行われた。試験の結果は、軍の担当者を満足させるもので、実用試験を待たずに即座に3万兆が発注されている。1918年3月初頭には、最初の生産分が、 前線に送られ、実用に際しても問題はないとの報告が送られた。同年3月31日、T5 ベアは、モーゼルタンクア M1918 として、正式に採用された。マウザー社には、可能な限り早急に大量生産し供給せよとの通達が出されたが、弾薬も含めて、本格的な生産体制が整ったのは、同年5月のことである。 1918年5月10日からマウザー社での量産が始まった。最初期生産型は33.9インチ重心を備え、有効射程を大きく超える2000メートルまで調整可能な具98用の消耗を備えていた。間もなくして、設計に紹介量が加えられ、37.8インチ重心と500メートルまで調整可能な消耗、2脚取付用ラグを備える、 モデルに生産は切り替えられた。実戦運用の結果から大きな問題とされた反動の大きさと連続射撃能力の不足、相談数の少なさを解消するため、重症にスプリングを用いた反動緩和装置を備え、5発入りの断層を装備する改良型が開発されたが、試作品が完成したのは1918年の秋のことで、ほどなく、 戦争が終結してしまったため、試作のみに終わった。マウザー M1918 は前日のように、998のボルト部分を 7.92mm 弾用から 13mm 弾用に拡大し、それに合わせて各部の寸法を大型化したもので、原型の極重症に加えて、拳銃型銃波、ピストルグリップをつけ、専用の二脚が装備されているたわ。 極重症型のボルトアクションライフルと全く同じ、機構の銃である。ただし、G98 には、機関部内部に5発を相談できる弾倉があるが、M1918 には、内部弾倉はなく、単発単射式である。通常は、いてと弾薬試験観測手の2名で運用され、想定最大有効射程は500メートル、走行貫通能力は公式の試験によれば250メートルで、 角度0度の鋼鉄板に対して 25mm である。一方、実戦での運用結果によれば、実際の有効射程は3 0 0メートル以下で動く目標に対して確実に命中させ、かつ装甲を貫通できるには1 0 0メートルが限度であったとされる。射撃時の反動は非常に大きく、2発か3発の射撃を行った後には、多くの居手が頭痛やめまいを訴えたほか、 特に経験の浅い手の中には鎖骨を折る者もいた。一人の手は T5 ベアを使って2発しか撃つことができない。すなわち、一発を右肩から、一発を左肩から発射し、その後いては、病院が必要なほどの状態になるといった冗談を語る者もいたいう。なお、あまりに長大で扱いづらいために、重波と二脚を外して、 重心を 10cm ほど縮めた短縮型も現地製造されたが、原型以上に反動の制御が難しく、実用性は低かった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。